感じがすごくて読めません。6トン半です。トン、おお、はい、6500キロ。おお。で、株式会社東京石川島造船所。うわあ。親も生まれてません。もちろん私も生まれてません。水回りだから造船所が作ったんですかね。うん、これは船を作ったから。はあ、これリベットで作ってるから。ああ、そういうことですか。カシメってやつですよね。はいはいはい、わかりますわかります。へえ、これが6トン半。すごこういう扉なのかな。カシメってやつ。あ、本当だ、本当だ、本当だ。今このカシメがどこでも使ってないですからね。あのボルトとかですもんね。溶接の方で。そっかそっかそっか。ボルトはちょっと強度的にね。あ、なるほど。ええ、おお。これはもうすごいすごい。真っ赤に焼いてエアでね、はあ、中から締めるやつ。はあ。え、エアで締めるんですか。あ、そうですよ。トンカチじゃなくて。ああ、そうなんですね。エアで持ってエアの力で。おお。はあ。すご。コンプレッサーのエア使って、お互いにこうやってこうして、なるほど、ね、あのタモリさんが好きそうな。いや、よく来られる方言いますよ。あのタモリクラブで来ないのって言いますね。いや、来ててもおかしくない。ただこれ、範囲が狭いから。あ、タモリクラブってこれ、結構時間やるでしょ。あ、まあ、うん、ちょっと狭いから。あ、いや、タモリさんが喜ぶ。いや、多分すごく喜ぶと思うんですよね。大正11年の建物ですね。ああ、関東大震災大丈夫だったんですか。あ、これ、あ、そうか、そうですよね。大正12年ですかね、関東大震災12年。はい、ですからその前に建ってますんで。すごいです ね、根性ありますね。いや、この鉄骨のあれがね、大体こう3メーターピッチで、あの屋根の、押さえと柱がみんな一つになってくる。はあ、うん、タモリさんに聞かせたい。そうね、それがやるんですね。で、あの窓のあのアーチとかも、これ入りのね、前型窓とか、新型窓とかいうんですね。あの、世が世だったらもう贅沢だって、もう叩かれる。もともとこれ、ほら、ヨーロッパのセセションという建築様式をできたばっかりのやつを持ってきて、モチーフにして作ったものですね。そういうのがあるんですね。だから普通の、ほら、古い時代のやつ、ゴシックとか、ローマの建築とか、ゴツゴツしたものですか、全然違うんですね。これは平面と直線を強調してるから、こんなゴツゴツした建物じゃないから。だいたいこれ屋根のこの骨組みのこのアーチというか、ね、この具合がなんとも。富岡選手場行かれました。すみません、行ったことないんですよ。富岡選手場でもやっぱり木工ですけど、こんなにいるような組み立てするんですよ。あ、そうなんですか。大空間を作るためにはこういう組み立てがいいんですよ。はあ。しかもこれ、ほら、この建築台に乗って、人が乗ってって、乗りつけたりするから、全部変形させて人が乗れるようになる。だから直線だと頭ぶつかっちゃうから。はあ。だからこれだけの重量。